僕は野球選手なんで、まあ、野球やってやっぱりその後悔したいような思いっていうのはやっぱり野球場で返すしかないし、やっぱり次グラウンド立ってやり返すまでずっとそういう気持ちってずっともやもやしてどっかに残ってるんで、まあ返せる唯一の場所は野球場になるのかなと、まあ、それまでやっぱりそういう思いを、うん、ずっと持ち続けながらグラウンドに立たないといけないのかなっていうところはやっぱりプロ野球の選手の使命かなっていうふうに思ってますね。